キモい。いや、全然片付いてないっすよ、マジで。急にだから。ほんと？ごめんね、急に来て。いや、全然いいですけど。え、ほんま二次会行かなくていいんですか？二次会？はい。行きたかった？僕はもう好きじゃない。私もそう、あんまり大人数好きじゃないんだよ。よいしょ。ここ置いといていいのかな？靴多いな。一人暮らしとは思えない量ありますよね。そうね。お邪魔します。どうぞ。あ、広い。よいしょ。ありがとう、お邪魔します。どうぞ。おお、綺麗にしてる。いや、あんま見ないでください。綺麗にしてるじゃん。マジで急に来るから、ほんと何も片付けてないし。綺麗にしてるよ。ほんとっすか。うん、あれかわいいね。あれは実家から持ってきました。そうなんだ。めっちゃ綺麗にしてるじゃん。へえ。お友達よく来るの？まあ、男友達は時々来ますよ。あ、男の子？はい。女の子は？いや、来ないっすよ。なんで？なんでって言う、別にとって来ないでしょ。なんかモテそうなのに。いや、全然モテないっすよ。嘘。いや、僕男子校ですからね。あ、地元？はい。あ、そうなんだ。中高、男子校。でも大学さ、女の子いるじゃん。いや、まあ大学はでしょ、はい、サークルもいるでしょ。てんくん顔かっこいいからモテそう。いや、またそうやってそうやってやめてくださいよ、そんな。照れてんの？いや、別に照れてるとかじゃない。そうやってまた冗談。いやいやいや、そんなことないよ。うん、そっか、居心地いいね。そうっすか。てんくんってお酒よく飲むの？いや、全然。だって二十歳になって2、3ヶ月ぐらいしか経ってないですし。どう？慣れないっすね。やっぱビールまずいっすわ。あ、ほんと？苦くないっすか？だんだん大丈夫になるよ。ゆめさん、今日何飲んでました？今日はレモンサワーとハイボールとかな。ハイボールいける人絶対お酒強いっすよね。いや、僕全く飲めないっすもん、ハイボールなんか。ほんと？練習したらいいよ。練習？うん、飲み直そうよ、じゃん。練習なんかあるんですか？うんうん、ハイボールの練習。そうだよ、そうだよ。付き合ってあげよう、お姉さんが。え、まだ余裕って感じですか？うん、もうちょっと飲もうよ。結構来てますよね。じゃあちょっとでいいよ。ちょっとでいい。練習っすか？うん、先輩の命令だな。でも潰れないでね。え、それはそれで心配だよ。潰れない。でも確か限界わかんないですよね。その潰れるぐらい飲んだことないんで。あ、じゃあ知っといた方がいい。いや、ここで潰れたくないっすよ。なんで？いや、変じゃないですか、二人で。うん、こもるじゃないですか。酔ったらどうなの？酔ったら、あ、でも友達にはなんか明るくなるって言われますけど。なんで笑うんですか？明るくなりますよ、そう。これ以上明るくなるの？これ以上？そうすか。普段から明るいイメージだけど。へえ、うん、そうだ、あんま言われたことないですけどね。え、そう？話してて楽しいし、もっと陽気になるの？なるんじゃないですか。それはちょっと見てみたいかもしれない。みなみさんはどうなるんですか？酔ったら？大人数の時はでも酔っ払わないからな。大人数だと酔っ払わないですか？逆に？うん、気張るじゃん。ああ、確かに。潰れるやついっぱいいますもんね。そうだね。確かに、介抱とかみなみさんしてるイメージありますね。うん、大丈夫かなって思うし、まあ抑えるけど。今からもし飲んだら、ん、違う感じになるってことですか？どうでしょう。怖っ、なんか。それはどうでしょう。ねえ、レモ君。はい。このうちお酒ないの？お酒ですか？置いてない？あ、でも前友達とかが来た時に飲んだやつの残りがもしかしたらあるかもしれない。見てもいい？いいっすよ。そっちの棚にどこだ、なんか置いていくんですよね、みんな。え、ウイスキーあんじゃん。ウイスキーですか？炭酸は？炭酸あれっすよ。じゃあハイボールできるよ。え、ウイスキー、え、ウイスキーとハイボール、え、ハイボールって一緒なんですか？割ったやつ。あ、ウイスキー終わったらハイボールができるんですか？そうだよ、そうだよ。へぇ、使ってもいい？いいっすよ。おぉ、ほんまにじゃあハイボール飲まないとダメじゃないですか？デビューだね。飲めるかな。
どのぐらいがいいですか？薄めにお願いします。じゃあ2つ作るから、はい、どっちがいいか選んで。いや、みなみさんは濃いめでいいじゃないですか。僕はちょっと練習だから。そうだね。じゃあお手柔らかにしてあげよう。どっちがいいですか？絶対こっちの方が薄いでしょ。あんま変わんないかもしれない。ありがとうございます。いいえ、これがハイボールなんですね。飲めるかな。やっぱ匂いきついっすね。なんか独特の匂いする。あ、確かにツンってするよね。はい、おめでとうデビュー。おめでとう。ハイボール祝いっすか。うん、うん、濃くないっすか。絶対こんなもんすか、ハイボールって。くさって思うよ。最初だからだよ、慣れるよ、だんだん。あ、でも確かに癖になる味なんすかね、うん、なんかご飯食べるときはいいかもしれないよ、甘くないから。あ、確かに、うん、これすぐ回りそう。じゃあ陽気なレン君見れるね。いや、二人っきりで陽気にならないと思いますけど。そう、記憶なくしたこととかあるんですか？記憶なくしたこと、さっき何言ってたっけとかはあるけど。え、次の日覚えてないとかは、うん、思い出せないのはあるかもね。たまにね。危ないかな。だって、昨日何してたかって怖くないですから。でも変な人と飲まないし。変な人とは、うん、あ、僕は変な人じゃないってことですか。うん、飲みたいなって思ってたから。あ、だから二人で喋りたかったから。あ、よかったけど。そうっす。リン君って彼女いないの？ないっすよ、見たらわかるじゃないですか。うん、まあ確かに。あ、ひどひど。え、作んないの？でも作んない。いや、そう、作れたら作りたいっすよ、別に。へー、どういう子が好きなの？どういう子、うん、どういう子が好きなんですかね。まだわかんないですよ。年上がいいとか年下がいいとか。年上年下っすか、うん、そんなん考えたこともないですね。そっか、私年上だからな。男の子ってどうなんだろう。全然ありなんじゃないですか。ほんと？やったやった、嬉しい。みなみさんはこれしないんですっけ？ないよ。そんな感じに見えないですけどね。そうか、できないんだよね。そんな、また絶対あまたでしょ。そんなことないよ。じゃあみなみさんは年上年下だったらどっちなんですか？年上年下、そうだな、年下付き合ったことないな。へえ、どんな感じなの？それも好きじゃないからじゃないですか、年下のこと。いや、年下と仲いい子がいないんだよね。だからほんと、レン君珍しいよ。そうっすか。うん、なんすかね。よくわかんないっすけど。レン君ぐらいかな、仲良くしてもらってるの。いえ、こちらが。あ、いえ、とんでもない。かな。年上どうですか？年上、彼氏いないんですけど。いや、僕なんかが、だってそんな、ネミさんなんか高嶺の花ってやつですよ。いや、困るでしょ、僕なんかね。困んないよ、なんか私はレン君いいと思うけど。そうやって、また軽々しく、そういうこと。それがあれですか、大人の女性のなんか魅惑の女性ってやつですか。違うよ、そんなつもりないけど、私はレン君好きよ。いや、その好きとかそんな軽々しく言わない方がいいっすよ。なんで？だって本気にしたらどうするんですか？別にしたらいいじゃん。いや、そうやって、だって嫌いだよって言ってもさ、しょうがなくない？それでもまた明日には覚えてないんじゃないですか。好きなことは覚えてるよ。ダメですね、なんかお酒入るとダメですね。何か熱い。そうなの？やっぱ濃いっすわ、このハイボール。そうかな、お酒の力って怖いね。気をつけろ。熱っ。今日泊まっていい？え？今日意味わかんないじゃないですか。
明日なんかある？明日は普通に大学行くだけですけど。じゃあ泊まっていい？じゃあが分かんないっす。なんで一緒に行こう明日。いや意味分かんないじゃないですか。何が？泊まるって言いました。うん。いやそれはだってダメじゃないですか。何がダメなの？ダメじゃないですか。そんなの一つ屋根の下に。嫌なの？いや嫌とかそういう話じゃなくて。ダメっすって。ダメ。そう？そうなんだって、女の人泊まったことないっすもん。そうなの？はい。あーじゃあ、シャワーだけ借りようかな。シャワーだけ？うん。シャワーだけ？なんで汗かいちゃったし。いや、そう。暑いのは暑いですけど。でしょ？居酒屋臭いし、お風呂入りたい。帰ってから入ればいいんじゃないですか。うん、今入りたいの。今タオル貸して。めっちゃわがままじゃないですか。タオル貸して。それは先輩命令ですか。そう。じゃあいい。都合のいい。じゃあいい。いや別にいいですけど。どこにあんの。こっちです、タオル。一緒に入る。一緒に入らないです。なんで。じゃあタオルの場所だけ言いますよ。一緒に入る。入らないですって。れんくん、はい。着替え貸して。着替えですか。うん。着替え、どこにある？ちょっと待ってください。僕の服着るってことですか。うん、何でもいいよ。何でもいい、うん、何でもいいが困るんです。持ってきそうなシャツとかでいいんですか。うん、いい、ありがとう。今さ、あの着てないからこっから外して。ちょっとね、動かない。ここ置いときますよ。ここ置いときますから。はい、ありがとう。よいしょ、ありがとうございました。あったかかった。そんなシワシワのシャツ渡しちゃってごめんなさい。いい匂いがするよ、洗濯の柔軟剤の匂い。うん、いい匂い。リンクも入っておいで。なんすか、そんな。あ、自分家みたいな。奥さんみたいな言い方してましたけど。ほら、行ってきな。あ、音で入りますよ、そのまま。ね、もうあれじゃないですか、帰らないとダメなんじゃないですか。うん、ちょっとゆっくりしたら。もうちょっと後でやりますよ。ねえねえ、女の子さ、シャワーお風呂貸したことある？いや、だってそもそも来たことないっすもん。ないっすよ。そうなの？はい、じゃあ初めて。まあそうっす。へぇ、やった、初めてだ。なんすか。嬉しいね。嬉しいとかじゃないっすよ、別にそんな。だって一番最初ってことでしょ。まあ一応ね。嬉しい。嬉しいって何。嬉しいって何や。レン君も行ってきな。いえ、ちょっとそんな、なんかすぐ入んのも変じゃないですか。なんで？いやでもあれ、もうちょっとで終電じゃないですか。そうだね。そうだねって。そうだねって。そうだね。じゃあ僕が上がるぐらいにはもう帰るって感じですね。そうだね。これは僕が入りに行かないとどうにもなんないやつですか。連れてってあげようか。いやいいっすよ、一人で入れますから。自分で行ける？行けます。もったいな。いつもいいか。いや、入ってきます、わかりました。うん、よいしょ、行ってらっしゃい。はい、また後でね。はい、わかりました。え、先輩ちょっと寝てるじゃないですか。先輩ちょっと終電なくなりますよね。先輩めっちゃ寝てる。見てる？来てますよ。
え、もう起きたんですか。うん、もう終電なくなっちゃいましたよ。うん、そっか、止まることになったね。そうですね、まあ、別にいいですけど。よかった。もう寝るの。はい。うん、そっち行ってもいい？あ、こっちで寝ますか。うん、あの、僕全然ソファで寝れるんで。うん、椅子で寝てもらって。椅子あるの？え？